打楽器、大型の祭り太鼓の演奏、画像は、しだらの公演。玄楽器、平安貴族の男性が琵琶を奏で、女性が聞き惚れている。男性は、源氏物語の主人公の一人である、に王宮。女性は、宇治の中の君。絵は、源氏物語絵巻アどり着の一場面。平安時代後期頃の作。管楽器、名敵を奏でる。 スザクの鬼に挑む雅楽の名手、源、広政、月岡義俊、月百、姿スザクの月、広政三味、浮世へ揃い物、月百姿の第十九図。1886年観光。縦大に二きえ。和楽器とは、日本で伝統的に使われてきた楽器。和太鼓、和言、尺八、三味線など、 戦士時代に原型があるものから近世生まれのものまで種類は多種多様である。和は日本を意味するが国と楽器を合わせた方楽器も結果的同義。日本の伝統楽器などという表現もある。英語ではトラディショナルジャパニーズミュージカルインストゥルメンツあるいはジャパニーズトラディショナルインストゥルメンツと表現する。大陸文化の影響を受ける以前から伝承される。 日本固有の楽器としては、ワゴンが挙げられ、かぐらべや尺病子も日本固有のものとみなされる。その他の和楽器は、ほとんどが、大陸からトらいした楽器を元としているが、日本の文化の中でその形を変え、独自に進化を遂げていった。雅楽の琵琶のように、大陸ではすでに失われてしまった楽器もある。アイヌ音楽の楽器であるむっくりやとんこり、 沖縄音楽の楽器参戦。南九州地方の五端もこの項の解説に含む。畜紙を貼り付けるために作られた笛の響き穴。畜紙の振動、間質具合で音色が変わる。和楽器では極めて微細な音色の変化を尊重、追求する。そのため、特に室内系和楽器の音色の洗練度は非常に高い。例えば三味線ではコマ一つで大きく。 音色が変化し、中でも十田多車味線では、一人の奏者が何個もの駒を、持ち、その日の天候、楽器のコンディション、曲の雰囲気などに合わせて使い分ける。駒の重さといった細かい際も追求されている。また、西洋楽器が、奏作機能や音域拡大、分担化の追求により分化、発展したのに比べ、和楽器は、音色の追求により分化、発展していった。 三味線音楽の種目ごとに、楽器各部やバチ、コマ、弦に、わずかな差異があるのがその恒例である。呼吸の弓も、バイオリンの弓が、機能的に改良されたのとは違って、音色の追求により改良され現在の形になった。弦楽器は現在でも、剣士の弦にこだわるが、これも気抜いとでしか出せない音色を尊重するためである。和楽器では、雑音の美が認められ、 その要素が取り入れられていることが大きな特徴である。近代以降の西洋音楽の楽器は、バイオ以外を出そうとすることはなく、また、近隣の中国や朝鮮の音楽と比べても、和楽器には騒音を多く含む音を出す楽器の比率が高い。三味線や楽琵琶を除く各種ビワの雑音不可気候、触りは、その代表例である。また通常は騒音を出さない楽器にも、 騒音を出すための奏法がある。これには楽器が大陸から日本に伝来し定着する過程でそのような変化や工夫が加わっていったためと推測される。和楽器は西洋音楽のモダンな同族楽器と比較すると音量が小さいものが多い。古典派以降の西洋音楽では建築学の進化とともに建設された 大規模なコンサートホールのような広い空間で演奏するためにより大音量を要求され、双方や楽器自体に大きな音が出るように改良され、それに向かなかった楽器が淘汰されたのに対し、日本では比較的小規模な空間で演奏することが多く、楽器の多くが音量による淘汰を免れたためである。そのためは楽器では耳を凝らして微細な音色の変化を召喚するために、 音色が千年、追求された。ただし、音量の増大を目的とした改良も行われている。一方、祭礼のために、屋外で演奏される分野の楽器は、西洋と比較しても音量が大きい。和太鼓、鐘鐘七力、横笛、ホラがこれに相当する。また、ジョールリや長唄の三味線は歌舞伎、文楽、日本舞踊といった。 伝統芸能と共に用いられてきたため、広い劇場でもよく聞こえるよう、音量を増す方向に進化した。また、楽器の改良もシンプルな方向に進むことが多かった。尺八、幕末の一言語とや二言語とはその最たる例である。これは、簡潔さの中にこそ、美があり、そこに魂や霊が宿り神や仏に近づくという、日本独特の美意識。 思想が音に反映されたものである。ただし、金身長への転調は、金星方角では、非常に多い。ワゴンなどを除き、ほとんどの楽器は、大陸伝来のものに変化が加えられたものである。日本古来の株部や日本人の感性に合うような、改良や、材料が国内で入手しやすいものに変えられていった、点と、また前述の、騒音の追加が主な変化である。 和楽器の場合、弦楽器は糸を用い、管楽器は竹でできているので、楽器、弾いては音楽を、四竹と呼ぶこともある。古代中国では楽器を材料で八種に分類し、これを、八音と呼んだ。日本でも古くはこれに従ったが、普通は、弾き物、吹き物、打ち物に分けることが多い。和楽器においても、西洋楽器と同様に、弦楽器、木管楽器、 金管楽器、打楽器に分けることはできる。ツイッター族一般的な13弦の、ソーハープ族リュート族参戦無交換楽器上部より、忍へ8本と、脳幹1本服交換楽器賞。カトリ神宮にて自由交換楽器唇交換、楽器対名楽器賞なる子、幕名楽器賞こじめたい子源だ。ありがとうございます。